こんにちは井口彩子です未来をつくる TV これからワクワクドキドキするような講義をお届けしていきたいと思いますそれでは始まりますよ 第一線で活躍するトップランナーはどんな未来を描いているのか今回授業をするのはメディアアーティストの落合陽一先生と花丸学習会の高浜正信先生の2人未来を担う子どもたちに今2人が伝えたいこととは 未来を作るコンクール表彰式での二人の講演をお届けします。お茶井先生はあの小学生の時ってどんな子供だったかとか覚えてます？お僕がコンピューターを始めたのは小学校二年か三年生の時なんで、まああんまり今と生活スタイルは変わってないんですけど、ただうちは文系一家なので。 なんか一つらかったのはインターネットの契約を8歳のほうが電話かけないといけなかったのがい番ばんつかった、えー、それ OK してもらえるのか8歳のほがいやパパとママに変わってって言うんだけどパパもママもインターネットのこともパソコンのことも分かりませんっていうのがすごいつらかったです <laughs> か高学年ぐらいから中学生ぐらいになるとプログラム書いたりとかホームページいじったりとかできるようになってきてで,でも今でも変わんないですよねやってることはねこの後の講演のテーマとかってお伺いしてもいいですかいやまあ AI の話でもしようかなと思うんですけど なんか僕は小学生の頃は教科書とか紙で勉強する世代だったんですよ今の子たちは多分動画でででで勉勉強強すすするる世世代代多分今年生まれた子はきっと AI で勉強する世代なんですよこれはねメディアが変わってってるんですけどで AI で勉強する世代はどうやって勉強するんだろうってことを喋ろうかなと思います、はい、この後落合陽一が語る AI 世代の勉強法とは世界が注目するメディアアーティスト落合陽一。 物理現象を魔法ののように操る多くのアートを生み出してきた私メディアアーティストと紹介されることが多いんですがあの一応大学の,あの教員であの専門はコンピューターヒューマンインタラクションといって人間とコンピューターがどうやって関わるかっていうのを大学で研究してますで万博っていうのが2025年にあってそのパビリオンで建物全体をこう動かしたいっていうのが一個あってですね これを建物全体作るにはまあ大変だわなって言いながらこういうのを設計したりするのが、えー、と普段の仕事でこんなことをしています。でこのモーターとかロボットみたいなものがあるんですけどもねそれをこう引っ張ったり曲げたりしながらこうプログラムを書いて作ったりすることをよく作家としてはやっています。みんな普段コンピューター使うかな使ってるどう使ってる家で iPad でゲームしてるしてないわかんないけど iPhone で動画見て楽しいね。えっ、ー、とマインクラフトやってる人 あーやっぱいい,、ね、いい感じじゃんほら、はい、でみんなが生まれたのは、えー、2012年ぐらいですで。今6歳の子だったら2016年ぐらいの生まれだい、まあ、大体この辺りですね。君たちがね生まれた頃は世の中ディープラーニングの時代と言われてた時代でそれの頃のコンピューターが学習してる量っていうのは大体ミツバチぐらいだったんですよ。ミツバチが生まれてから死ぬまでどのくらい勉強してるでしょうか、うん、寿命どのくらいだろうね。まあ生きてて年2年ぐららいかなでそしたらさ目で見て 触覚で感じてそんななに多くは勉強できないじゃないでじゃあカラスはどううだろうって考えてカカラスカラススって結構頭いいじゃないくるみ拾ったりとか,なんかバナナ落としたりとかいろんなことしてると思うんですけどコンピューターの学習モデルがカラスぐらいの情報処理になってきたのはいつぐらいかっていうと大体2016 0 0そうだな、えー、と16年とか20年とかこの辺りですね。 だから今からららら今3年いい前ににカラスぐらいになってきたんですよでカラスぐらいになってくるともう10倍ぐらいすると人間ぐらいになりそうじゃないだってカラスって3年か4年ぐらい生きてるじゃん。でそうするとそのくらいの学習量を詰め込んだコンピューターっていうのはでいつ出てくるんだろうっていうのが去年割と議題になって。 でじゃあいつだろうねって言ってたらなんかその,あの3ヶ月後ぐらいに g p t 4っていうあのみんな使ってるチャット GPT に入ってるのが出てきてあこれはもはや人間ぐらいの学習をしていますねというところになってきてで入ってるデータ量としては人,人と同じぐらいの量を学習するようになってきましたとみんなびっくりしますよねだってスマートフォンでアクセスできるあの AI のモデルが、えー、大体の人より賢いっていう状態がもうすぐそこまで来ていますよね。でも そういったものを、えー、コンピューターが大体の問題を解けるときにじゃあコン,コンピューターじゃない人間の側にはどういうものをつけていったらいいかっていうのは結構重要な問題です AI がぐーっと伸びてくると人間ってほらできることって大体一定じゃないあの1900年代の人々がやってたことも、えー、2000年代の僕らがやってることもあんまり変わらないただ道具は違うねで AI もどんどん進歩してるねだって君たちが生まれた頃はミツバチだった AI がもはや人間並みなんですよすごくない じゃあその変化と同時に人間が能力を伸ばせていけるかっていうのがすごく僕は重要な問題だと思うんですね。わかります？ちょっとみんな考えてみよう。このこれなんかいい感じに波に見えるんだけど、これは全部 AI が作った絵なのでね。AI が作った動画なんですよ。で、だけどあのこの波見て、まあ綺麗な波だなって思う。 こうもういるし自然な波だなと思うかもしれないんだけどでもね物理をよくやってる僕からするとこの波は妙に変な波なんですわかりますかどこが変かっていうとなんかこの辺に向こうからこっちに波が来てるはずなのに反対向きに押す波があったりしてなんかずいぶんおかしい波面を波の面をしてるのねこんなところで風もないのにいきなりしぶきとか立たないだろうとかまあ極めて奇妙な波なんですでこれは AI が描いた波なんだけど コンピューターの中で波を描く方法は大体3つあって1個は人間のアニメーションを作る人が手で波をつけるってやつですね、まあ、ほぼ手描きですで2つ目はコンピューターシミュレーションといって物理のにはさいろんな法則があるじゃない、えー、と水が流れる法則重力が引っ張られる法則風が吹く法則いろんな法則があるんだけどそれをコンピューターに入れてせーので動かしてみると波がざっぷんって立つとでそれはすごくあの現実みたいな波が起きます ただ計算にものすすごい時間がかかりますなぜならばだって水のさ 1mm1mm とかのサイズのところがどう動くかとかを全部計算するんですよそういう時すごい難しいじゃないで3つ目が最近はよく使われるこういうディフュージョンモデルとかあの AI で類似の画像から撮ってきた特徴をもう一回戻してやって作る方法です。でただこの3つ目の方法はデタラメな動きをしますだって物理の法則のことは知らないんです。 ででだけど細かい計算もしてないからものすごく早く計算が終わるんです。でこれっていうのは今我々には大きな変化が起こっていてでどういう変化かって言ったらだってあの今まではさバカ丁寧にこの世界を全部きれいに数学的に書いてあげてそれで作ろうとしてたわけですよもう一個のデジタルの世界をね。でなんだけどそのバカ丁寧に書くのを一旦やめて AI で学習させたやつでそれっぽいものを作っても人間はそれっぽくて大丈夫っていうのが。 最近の考え方ですあのそれっぽいもので済んじゃう人にとってはそれっぽくていいから計算にそんなに時間かかんないってことなんですよ要はでこれはすごく大きいことで多分ガラッと世の中変わってしまうんでしょうねというところがありますとそれはいつ頃変わりますかっていうとうんまあこの調子でくと25年ぐらいまでには大体の問題はガラッと変わってしまうでしょうとそうするとあれ小学校の皆さん2025年は小6の子がきった中学2年生です。 1> で小1の子も小学3年生ですそんなに変わらないと思うよ毎日、まあ、でも身長は1 0ンチぐらいか2 0ンチぐらい伸びるかもしれない、ね、いいことだで友達も100人ぐらい増えるかもしれないけどただその間にあの AI はあのさらに100倍ぐらい賢くなるかもしれないじゃんでそうやって考えるとどうやったら技術がこう世の中が進歩していくところにみんなの体とか頭の成長がついていってそれと一緒になんかものが作れるかどうかっていうのが僕はすごく え大切なことだとだ思いますで皆はど,どっちかなエベレストの上から撮った写真がすごく綺麗な AI が作った写真が撮ってくれればその写真をで満足できるかそれともやっぱりエベレストの上には登らないといけないかって思ったらどっちだと思う ?AI が作っためっちゃ綺麗なエベレストの写真がいい人あんまりいないあ1人 OK で人間が撮ったエベレストの写真がいい人、はい、あそっちでもなんでだろうね でも大体の子に聞くとエベレストの上に乗る登る努力それそのものが感動を呼ぶってことを大体言います。わかりますエベレストに登って努力して撮ったんだからその努力がその写真から染み出しているのでそれは素晴らしいって言うんですけどでもさそれって変な話でそれはもう写真を見てないんですよね。多分見ているものは実際はあのその裏にある努力なわけででエベレストの上から撮った AI が作った超綺麗な写真はでも人類がいまだ撮ったことない本当に超綺麗なものかもしれないですよね。 でここは結構大きな問題ですだから超綺麗なものを本当に AI が作れるんだとしたらそれはそれで価値があるしじゃあはたまた、えっと、努力の結果がにじみ出てエルベースの写真を見るだけで涙が出てくるみたいなものがあればそれはそれで意味があるんです意味がないのは何かって言ったら、まあ、別にあんまり努力もせずに適当に作られた、えー、そんなに意味のない写真があったらあんまり意味ないじゃんでそういう時にじゃあそこにはどういう意味があるんでしょうって考えてみると AI とも一緒にスケールしていくってのが1点でもう1点はじゃあ何かなっていうと えとそういった背景知識があって丸々の写真を撮るには努力されてるんだということで感動させるのが一点もう一点はまだ人々が価値だと思ってないみんながまだ欲しがってないものをみんなが欲しがるより前に手に入れて欲しがったタイミングで、えー、とみんなに売るっていう手があります、まあ、これが基本的なこの三つがあのすごく重要な能力になってくるんだけど一個、まあ、大切なことだ,だとすればそれは多分みんなが欲しがってないときに これはすごく価値があるんだと思ってやらないといけないんですよ。で、これは研究者にすごく重要な能力で、で、みんなほら自由研究してそのトピックを選んだときに、トピックを選んだときからすごい行けてると思った人もいるかもしれないけど、ただ本当に重要な研究はそのトピックをぼんやり聞いただけじゃなんかそんなの全然興味ないってみんなが1ミリも興味がないことをやることです。わかります？みんなが本当に興味なくて誰もつまらないと思っていることを 誰にも流されずに始めて誰にも邪魔されずに終えてそれから10年ぐらいするとみんながなぜかそれに興味を持ち出すっていう状態が一番理想的な研究です。ノーベル賞取るようなのはそういうい研究がほとんどですなぜかっていったらその瞬間は誰も興味ないからやらないんだけどでもそれがやられてみるとすごく面白くて。 でその最初答えを聞いただけでも多分全然面白くないとか最初言われててなんだけど5年ぐらいするとみんなが「わ面白いあの研究やった人は誰だろう」って言って大体研究分野っていうのは作られてくるんだけどさそういったことをどうやって見極めて始めていくかってことが多分これから先なんかみんなが新しいなんだろうな時代を生きるにあたってはものすごく重要で,でそれをどうやったら始められるかっていう時にですね 探してていいってくださいこれはすごく、えっと、重要なことなんだけど誰もまだみんな好きじゃないしなんなら嫌いとか言ってるんだけどそれを自分が好きになってなんか、えっと、調べてみたりとかじゃあ例えばそれについて作品を作ってみたりとかあの研究をしてみたらなんか知らないけど世の中の90%ぐらいが急に好きになっちゃったらそれはすごいことじゃない でそういったものをどうやって探してくるかっていうのがあの研究選びではすごく重要で,でそれって AI にに学習させてている中にはなかななかか入ってないことですおそらくそこって結構なかなか難しいつまりあの世の中であ,のあまり興味がなくてデータが少なくて誰もデータ集めてないようなものっていうのはあのすごく、えー、コンピューターの中で作っていくのもすごく難しいですで。昔研究してて面白かったのは、ね、あの服で でずっとファッションショーのデータを集めてデータベースを作ってそのデータベースを学習させてなんか右のおぼろげな絵が出てくるぐらいまでこう学習を進めてみるとあれ意外とデザインが出てくるんじゃないかっていうのをやってたのね。 デザイン画をじゃあ AI に描かせてその後服を作るっていうプロセスをひたすら回すみたいなのやってて僕は幼児やモンって会社の服とか好きなんだけどでで本物の,あのそのブランドの服と混ぜて実験とかしてみるわけですよ皆さんどの服がこの会社の服だと思いますかマニアックなあのそのユーザーたちはこれを見て選ぶわけですねこ,れだこの服だって言ってでそれで大体選ぶ服はうちの AI が作った服なんですよ面白い研究っていうのは遊んでないでって大体言われるんですよでこれ結構褒め言葉で。 えっと最初の真面目にやってる時は真面目な研究してるんですけどでも気づくと大体そういうことにしか使わなくなるんです研究ってで。なんだけど普通になってしまったらみんな研究するんだけどその時に研究しちゃもうダメなんですすわかかりますかみんなが「なんでそんなことしてるんですか遊んでないで研究しなさい」って言ってるぐらいの頃に遊んでるようにしか見えない研究を始めるのは結構重要なことで,でそういったことがみんなの人生に結構いっぱいあると思うんですけど後から振り返ってみれば意外とそれはいい結果を出します。 世の中であんまりみんなが興味ないことに興味ある人たちが集まってきた時のその時の仲間が本当の友達なので、えー、とそういった友達を作りながら是非これからも頑張って研究していってくださいちょっと難しかったかもしれないけど結構重要だと思うので人生頑張ってねというわけでありがとうごはいまる学習会高浜先生の講義。 高浜先生は小学生の時ってどんなお子さんだったか覚えてますか？確かはもう熊本の日吉っていう山の中なんで、例えば夏休みは本当に40日間全部毎日朝クワガタ取り行って、午後、うん、から川出みたいなもう野生児です今日の公演のテーマはどのようなものですか？テーマはですね、まあ実は大人こそ夢がなかったり、大人こそこうメンタルメンタル言ってるような時代に。 どうたくましく育つかっていう,こう自分像を、ね、持ってほしいなってお話をしたいと思ってます<何>花丸学習会代表高浜正信今も現場に立ち続け日々子どもたちに寄り添って活動している心ですね心ごめんなさい汚くてこんなにつまり何かっていうと心の達人になってほしいっていうことですね まあ社会人になってね将来生きていく時のことをイメージしてほしいんだけど実は大人たちは今こういう状態です何かっていうとこの人が社会を見てますとえこれはあの例えば学校とか会社とかねえ高校小学校中学校みたいなえ仕組みですえ何かっていうとねとっても今大人たちが 心が弱くなっっちゃってるんです弱いってかわいそうですけどね病んでしまってるっていうかね、えー、楽しいなーってこう言えない感じになっちゃってるわけですねなんでかっていうとですね僕は私の研究によるとですね、えー、この人はもう中学ぐらいからは下手すると中学受験だったら4年生ぐらいから始まるんだけどもここの成績このテストでこの成績取らないとこの中学行けないよ。 この大学行けないと医者なんか絶対なれないよっていうようなですねこの枠組みを提示されるんですよで日本の青少年は全員少なくとも中学生になればえ中間期末テストの点数を取らないとえ上行けないいいとこ行けないみたいなことをカチンと見させられるんですよねでその後もずっとそうなんですよえ大学も偏差値で選び少しでも偏差値が高い方にで就職もえ一部上場がいいよねって。 ランキンキグは上の方がいいね何が問題かっていうとですねこのこちらのこの厳然とある制度はもうしょうがない世界ってそういうもんなんで、えー、みんなが仕組みを作ると必ず評価基準とか仕組みが出来上がるんですが何かっていう何が足りないかっていうとですね自分の心を見て社会の道を選ぶっていうたった一つのことがやれてないんですよ。 例えばどうしようかな私の例で言うとなぜこの小学生相手の仕事をしてんですかって言われればですね、えー、例えばうちは開業医っていうつまり代々こうお父さんから長男に引き継ぐような医者の子なわけですよで普通継ぐよねみたいなことで言われてるわけもう一番医学部に通る高校なんだけども私は心を見てたんです何かって言うとですねこれもう一つキーワードだけ言ってくと日記です日記。 日記にです、ね、ちゃんと書いてたわけです児童会長生徒会長をやってる僕は本当の自分ではないみたいなことですで本当に胸に手を当てて私は何かというとやっぱ小学生と走り回ってる方が絶対面白い日々じゃんっていうことをですね日記によって確信を持ったんですよねで60過ぎて何かというと授業が一番楽しいしサマースクールが一番楽しいし本当に走り回ってますでこれはもう悔いがない人生一回きりだから あの本当に幸せになるっていうのはやっぱり自分で選ぶっていうことだし、何よりもこの心に正直に選んでるかどうかっていうことだけが一番大事で、ぜひですねみんなにはあの日記を書いてですね、私は本当はこういう時に一番嬉しいんだよなみたいなことを突き止めといてください。あのこれはまあ人の顔あ横から見たらですね。でね、何を言うと違う今日のテーマ心でしょう。あの神経っていうのがですね、これ延髄こう脊髄からあってですね、えー、要する脳っていうのは それが発展してったものなんです神経がビューッと大きくなってでそれは進化とともにですね何が起こったかというとまあこれあくまで模式的だけども、まあ、こう奥の方に感情を預かる原始脳、まあ、動物脳とか爬虫類脳とかいうこともあるのがそして今何が起こっているかというと大脳がめちゃくちゃブわ体重に比べて大きくなったんで 頭がいいいっていう状態なんです。でここは「理」とか「知」とか「知識」が豊富だとか「正しい」とかでこういう部分がものすごく膨らんで「科学」というものを開発し科学的にものを考えようとかですねで全てを法律で決めきれるような幻想を抱いて生きているのが大人たちみたいな感じでここに頼ってでこれになっちゃうんですよこう発展したらで、ね、こっちは価値あって。 で私は今日何言いたいかいうとじゃあ奥にある動物脳っていうか感情の脳って意味がないかってとんでもなくって、まあ、これがいわゆる心に近い部分なんですけどこれで一人格一人の人間ですよみんなこの感情心の部分とこっちの部分持ってるのになんとなく例えばニュースとかは全部こっちだけで話をしちゃってるいじめってなくさなきゃいけないですよね決してあっちゃいけませんみたいなコメンテーターがいるみたいな。 ここととで回ってるけど本当かみたいなことです例えばなぜ戦争がなくならないか私が子どもの頃がいじめをなくすべきだの議論ありましたでも一度たりともなくなったことがないなぜかってことです。でこれはこっちの結論としていじめをなくすべきだは当然そうなるんですよそれでいいんです。だから論理的にはでなぜなくならないかを知ってほしいそれはですねこの感情のっちゅうもの要するに気持ちってやつみんなないこのあの人の言ってることは正しいかもしれないけど なんか腹立つとかいじめってあっちゃいけませんよそんなことぐらい分かってますよでもなんかいじめたくなるみたいな戦争も全部そうですよみんなの国が仲良くすべきですよそんな意味分かってるわけみんなだけどあの国は許せないあいつら許せないってなると正義対正義の戦いになっちゃって感情対感情になったらもう誰も解決できないでこれがずっと人類は繰り返してるわけですねで何を言いたいけどここのプロになってほしいってこの大きいテーマつまり 今この人が僕とうまくいかないっていうことはああここがうまくいかないんだな話し合っても話し合っても向こうの感情がうん納得してないんだな人が私を OK っていうときには理の OK と心の OK をもらわなきゃいけないんだなみたいなちょっと構造として分かるとなんか抽象的な心っていうより分かりやすいわけ。例えばお父さんが携帯いいじってますみたいなでね お家でそしたらお,かお母さんがね横からね「だけどやっぱプール教室入ろうかと思うんだけど」っったら「入れば?」って言ってこうくすまうそしたら奥さんが「入ろうかって言ってるよ」っつったら「入ればいいじゃん」っつったそうすると横から「もうそういうのやめてほしいんだよね」っつってもうさいつもそうだよね」って全然聞いてないじゃん」いや聞いてるでしょ入ろうかなって思って言ってるから入れば」って答えてんじゃんってこのお父さんが「アホ」って話します。なぜアホか。 この人の人聞いたことには答えてるけどここがめちちゃくちゃ腹立つことをしてるわけですでつまり何かどうすればいいけど例えば、えー、こういうスマホいじってますしたプール始めようかと思うんだけどって言ったら「えっパチャッと置いて入ろうかと思ったのえいつからそういうこと言ってたっけ?」みたいなですねこの相手の関心に即座に関心を寄せるっていうことをするとすごく心がポカポカする。 で要するに戦争がなくならない理由は理だけでは絶対解決しない人間ってのはこういうものを持ってるからでござるとでいじめもなくならないのもそういうことを例えばある瞬間切り取ると必ず心が情のところが満たされてる人と満たされてない人がいるんですよ人類どころきっとで満たされてない人はあいつなんか意地悪したくなってきたななんか腹立たないみたいなことを思い始めるんですよ。だから あらゆる社会でそういうものはなくならないのはここに偏りがあるからなんですよ。というようなことが分かると例えば先生になったときに40人にいじめが起こらない秘訣は40人みんなの心が満たされたって思うことをどう作っていくかっていうことは勝負だなときれい事を言うのではなくみんなの心を見るっていうことをやるとうまくいくんですよみたいな話してます。ここうういい図もよく書いてますこれはまあなんかの例えばススポポーーツツならスポーツで基礎 と強みめちゃくちゃパスが上手とかですね、えー、シュートの力がすごいみたいなサッカーで言勉強でいうと字ととかか計算とかねこういういものは基礎ですねでこれはもう毎日のの習慣が一番重要なものですよとところが強みである例えば算数のものすごく思考力がある人っていうのはこっちはね好きでしか伸びないんですよ。 だ好きな科目を作っていくってことがまあ一つ大事でっていう話をよくするんですよねで算数好きの人ってすごいよもう本当にものすごく好きだよ、ね、で歴史好きの人ももうとんでもなく好きですからやっぱその人たちは傑出した仕事に結局ついて頑張って学者になったりしてます研究者になったりで、えー、言いたいのはこういう図の一番下に実は自己肯定感という言葉で言ってるんですけども、まあ、簡単に言えば心ですよ。 これがあるんだよとだから何かっていうとこの上の話だけしてるとこういう勉強をしてそして、えー、算数の、えー、なんか何でもなずべとかこう思考力を伸ばすものをやればいいんですねってこっちにしててもね何か伸びないなぜかっていうとこっちが実はやらされていたから。だからここのところが、えー、まあ落とし穴を使つ書いておくと人目を気にして伸びない人比べて。 比較ですね A 君みたいな頭良くないしって言ったりこんなことをしたら変な人って思われないかなとかですねこれ考えたって何にもならならいんですよ人生は私は私の道と思って生きていけばいいしでこの「比較」「一目」それからや「やらされ感」 でこ癒やされ人生っていうのは、ね、本当に人生を小ちっちゃくしちゃうところがあって気をつけなきゃこれは親向けの話ですけどね、えー、それからあとコンプレックスってもうこれは本当でこれからね50分ぐらいこのことを話したぐらいコンプレックスは重要だだから心の魔法みたいなもんですよどうせ俺なんか算数苦手だしみたいなこう思い込んだが最後もうずっと一生縛ってしまう、まあ、心の魔法ですねみたいなもののない のびのびた自己肯定感、まあ、やってみせまばどういうのかっていうと自己肯定感っていうのはね今日親友であるなんとかちゃんから「もう友達じゃない」って言われたみたいなガッて,てくるわけですよでへこんだまんまの人はいっぱいいるんです今大人にじゃなくて明日の朝だって起きたら「まあいっか友達すぐ作ろう新しい人」みたいなパーンと戻る感じです負けた悔しいでもまあなんとかなるっしょみたいなこの心のね へこんだものをポーンって戻るような力が自己肯定感で,で何を言いたいかというとそれで乗り越えちゃったで翌日終わったら何が起こったら免疫ができたわけ心の嫌な目に遭った時こそ実は自分を強くするチャンスですこれ盤石の自己肯定感を作るチャンスなんだっていうことです一番のポイントはまさに過保護過干渉嫌な目に遭わせない親たちっていうのが大問題だった例えば雪が降ったから学校で雪合戦をしたらたまたま小石が入ったやつがコツンと当たりましたと。 でそしたら「どうしてくれるんですか!」って「せっかく先生だってね子供のためと思って言ってくれたんじゃないか」みたいなのがあるのに「文句言う」みたいなことやっちゃったら何が起こるかっていうと、えー、保護者会で、えー「申し訳ありませんでしたもう決めましたこの学校では今後二度と雪が降っても雪が線はさせません」みたいなですね冗談みたいなことはですね日本でも同じことをいっぱい起こり続けてるんですよ「本当に安全っすかそれ」って言うと何にもやれない。 あの子どもたちが冒険してくる、えー、あと山村留学みたいなのもリスケに見えるけど私が預かった100人以上の子どもたちはう確実に強くなりました親元を離れることによってそういうような子どもが強くなるっていうことがこの国の今弱点だっていうことですね考えて背中を体験に押してあげてほしいな中学生にもなっているのになんとかの勉強したのとかこう親が言うっていうのはもうやめてほしいみたいなことはま,あまた別講演でお願いしますということで時間になりましたかね。ということでこんな感じですいつも。 ありがとうございました。富山マ学習会代表高浜正信先生にご講演いただきました高浜先生ありがとうございました。した次回の未来を作る授業は2024年1月28日グリリーホールで開催。次はどんな授業が聞けるかな。詳細はホームページなどでチェックしてください。トップランナーの思いを届ける未来を作る TV。 今回の授業を受けた皆さんにはどんな思いが届きましたかその思いがきっかけとなり、皆さんが未来に向けてチャレンジしていくことを今から楽しみにしています